はい、ガチャンです。新しいテーマになって第3弾。そう、どっかに書いておかないとまた忘れちゃうね。はい、第3弾。はい、前回は、小学校、中学校の頃、というか、よく人に、いつ目覚めたのって言われるので、私なりの結論、まだ目覚めてないかもしれない。未だによくわからないっていうようなお話をしました。で、まあ、実際高校の頃、中学校の頃、どんな風に思ってたかっていうのもお話ししました。まあ、ざくっと言うならば、女の子に混じりたいなと思ったりとか、女の子おしゃれしてるのを見たりして、もう羨ましくて仕方なくて、自分も、私もおしゃれしたいし、スカートも履きたいし、可愛い服着て、遊びたいなと思ってたけども、自分から言い出せない。っていうふうな内気な自分だったということもちょっとお話したんです。で、まあ実際に高校卒業しても、私ね、高校卒業して、写真学校、横浜の写真学校に行ってたんですけど、の頃も自分の性にすごい悩みました。でも、男の子として、もうね、自分の性について諦めてたかな。そう、もうね、私そんな、まあその頃から太ってたので、どんなにお化粧しても着れなく着ても、まあ、可愛くはならないだろうっていう諦めがあったんですよね。まあ、その諦めに関しては、まあ、ざっくり言うと、私が本当に生まれながらに女の子だったら、諦めようじゃないんじゃないですか。もう、生まれながらに女の子だったら、もう女の子として生きる、もしくは男になるかしかないわけですよね。残念ながら私は男の子として育ったので、男の子だっていうふうに諦めるっていう道があったんですよ。そうやって、私は自分の性に対して諦めを持ってたのが、写真学校の頃ですね。まあ、20代前半です。はい。まあ、まあ、隠れてお化粧をしてみたりとか、ドモフコロンリンクルのセットを買って、お化粧、スキンケアしてみたりとかしてみたんですけども、やっぱね、女装っていう枠の範囲でしかなかったっていうかな。まあ、その頃に私は女装が趣味なのかななんて自分で悩んだりもしたんですけども、女装が趣味じゃないんですよね。はい。だって好きな服を着るってイコール女装ですか？そう。男の服、女の服っていう分け方自体がおかしいんじゃないかなって私は思ってます。好きな服を着たい、好きな服を着るってことが別にそれがおかしいわけではなくて、どっちもファッションだと思います。はい。まあそんな中ですね、私は、その写真学校いた頃は、メンズスカートとかが流行り始めた頃ですね。今もメンズスカート履いてる人もいるんじゃないかな。まあいるよね、たまに。そう。んで、私はその頃に、メンズブラなんかも出てきたんじゃないかな。なんかね、ファッションというか、ファッションじゃない、もっと、もっと内面的な、ファッションがもっと内面的なものだっていうような考え方に、シフトしてきたのはこの時期じゃないかなと思ってます。そういう意味じゃ、女性の服よりも男性の服の方が、内面的なものに対するアクセスの仕方が、いろんな、考え方があったのかもしれませんね。まあそういった中で写真学校の時代は、まあたまに女の子の服着て、部屋の中で着て、うっとりしてみたりとか、下着は女の子の下着をつけて、なんかうっとりしてみたりとか、なんか堂々とはできないけど、自分の中の、本来の自分と、なんかずっと対話するような時間でした。はい。でですね、その後縁あって長岡に帰ってきて、居酒屋とかで働いたんですけども、まあ、居酒屋で働くときにたまにメイクしていったりなんかしてたんですが、まあね、はっきり言ってね、自信を持って、メイクしないと、ほんとね、おかしい人。はい。今だか言えるけど、ほんとね、何に関しても、自分の性に向かい合って自信を持ってまっすぐ進む以外に、この問題を周りにしっかり認めてもらう方法はありません。だその、私の失敗談なんかを次回のお話でしていきたいと思います。ガチャでした。